えどうもお疲れ様です。7月になりまして、えー、コインゲッコの方ちょっとね、おさらいしていこうかと思います。えー、まずはね、このコインゲッコのサイトなんですけども、一番上にニューストピックスが出ています。今年はなんといってもビットコインの半減期でしたから、半減期の後ね、 どのようになっていったのか。もうすでにね、反撃前とか、反期直後ってのは皆さんね、意識が高いんですけども、今ぐらいの時期になっちゃったら、今年が反期だったってことをもうすでに忘れて、事後、チェックもしていないと思うんですよ。しかし、反期の後にどんな特徴が現れたのかを知らずにね、次の反期4年後を迎えることはできませんからね。今のうち、記憶の新しいうちに、反期の後の、 要点をチェックしておいてもらいたいと思います。こちらの方をクリックすると、そちらの方に移るようになっております。このようにですね、レポートを出せるというところも特徴の一つですね。お忘れなく。はい。そして、このコインゲッコで扱っているコインの総数、もうすぐ1万5000になります。どんどん増えてますね。新しいコインがどんどん上場しているわけですけども、ICO には手を出してはなりません。<laughs> というのがね、ICO 案件で、 その後コイン結婚に乗ったものって、まあなかなかないと思うんですよね。そのぐらい上場前のコインって私たちに知らされるぐらいそんな軽いもんじゃないんですよね。え例えばプライベートセールって言うんですけども、ICO 前の暗号通貨が数十万とかね、100万200万で買えるようなものにはならないんですよ。まあ、そういうもんだと思った方がいいのかなと思います。 はい。そしてコインゲ光コで取り扱っている取引所の数ですけども、1148と少しずつ増えてますね。で、こちらのコインゲ光コで取り扱っている暗号通貨の取引所なんですけども、ここがいいですよ、あそこがいいですよってなかなか紹介しにくい、その理由は申し上げた通りでございます。あの、忘れた方はまたね、お話し,しますんで、メッセージください。えそして時価総額、7月1日は386兆円です。まあ理想的には、 430兆円ぐらい欲しいわけなんですけども今のところ400兆円も至らずって感じですねこちらの時価総額の安さ高さもどういう基準で見ればいいかお話ししましたコインの総数が増えてるのに時価総額が400兆円を切ってるってことは一つあたりのコインの価値が落ちているとも言えますまあそういうふうにねバランスをしてくださいえさらにドミネーションビットコインは 50%を割り込むことなく今月も50.7%でスタートそしてイーサリアムのドミネーションかなり増えました17%ですよねつまりイーサリアムの価格はビットコインに対して値上がりしているというふうに考えることができますここまで見て初めてランキングに行くわけですよねはいランキング見てみましょうビットコインが995万円ということで 1100万円から随分と目減りしてきたなっていうところです。ドミネーションも落ちるわけです。イーサリアムはすでに50万円を切らなくなりました。暗号通貨全体の相場感が悪い時でも、イーサリアムは50万から60万、100万円に、えー、一直線に向かってるんじゃないかなっていうふうに見ることができます、えー。その他、下がって下がってリップルです。リップルもね、やっぱり初期の頃からありますので、結構判断材料になりやすいんですよ。リップルは、まあ、 80円を超えてからですね。えー、そして、体の62円。まあ、せめて60円を切らないでほしいかなというというころでございます。まあ、体のがね、再び300円になることを願って、ジーン・シモンズも応援してますから。それから、柴犬ですよね。今年、台風の目となった柴犬ですけども、0.0014円で1月購入された方、今でも含み益が大きく出ております。柴犬、買っといてよかったでしょ ただし、芝犬で億万長者になるっていうことはないよっていうことを申し上げました。ただ、芝犬、50万倍になった、そういった経歴がありますんで、もしかしたらね、今後も、イーロン・マスクさんが思い出してツイートするかもしれません。イーロン・マスクさんがツイートすると、この芝犬、爆上げすることになりますからね。で、ちょっとしたね、シークレットな作戦なんですけども、これはね、推奨してるわけではないですよ。今までこんなことをやったやつがいたよっていうことなんですけども、X で、 イーロンマスクさんのアカウントによく似たアカウントを作って、そこで芝犬をね、もしくは特定の通貨をツイートするみたいなことをしてる人がいるんですよ。まあ、それによって相場が動くようなラッキーパンチは出ないと思いますけども、まあでもなかなかね、渋い方法ですよね。私はやりませんし、やらせようとも思,思いませんけども、いろろなことを思いつく人がいるんだなというところでございます。はい。ということで、今日の考察は5分。 こんなぐらいですかね。だいたい1日に5分ぐらい、このぐらいのリサーチをして、まあコイン暗号通貨ってものをね、語っていければ、まあ経験に騙されることもないんじゃないかなと思いますけどね。はい。それでは今回以上です。